西日本や東日本に秋雨前線が停滞し、広い範囲で雨が降る予想です。特に西日本では大雨となる恐れがあります。交通機関に影響が出る可能性がありますので確認していきましょう。まずは新幹線です。山陽新幹線、九州新幹線は12日の午後から一部運休や遅延が発生する可能性があります。13日からは大雨の影響によっては運転見合わせが発生し、長期化する恐れがあります。東海道新幹線も山陽新幹線の影響を受けて一部運休や遅延が発生するリスクがあります。在来線は西日本、北陸と広く影響が出ます。一部路線で運転見合わせとなる可能性があります。また記録的な大雨となり、運転見合わせが長期化する恐れもありますので、最新情報を確認してください。続いて高速道路です。西日本は12日木曜日の午前中から、東海、北陸、関東甲信、東北エリアも徐々に雨や風の影響を受けます。特に東海エリアから九州エリアの広い範囲で通行止めとなる可能性があり、長期化する恐れがあるため、最新情報を確認ください。また四国エリアは主に愛媛県で影響が大きくなります。運転中雨や風が強いときは速度を落とし、いつも以上に慎重な運転を心がけるようお願いします。最後に飛行機です。北陸エリアの空港を発着する便は13日午前から14日夜まで、雨や風によって遅延または条件付き運航など影響が発生する可能性があります。中国・九州エリアの空港を発着する便は12日の午前中から16日の夜にかけて、雨や風または視界不良によって遅延または条件付き運航など影響が発生する可能性があります。予約をされている方は航空会社のウェブサイトなどで最新情報を確認しましょう。今後も最新の情報を確認するよう心がけてください。